大谷選手をめぐる韓国人のとんでもないデマがネットで話題。内容はこちら。大谷選手をめぐる韓国人のとんでもないデマに呆れの声が上がっているようです。では、稲荷の狐さんのツイートより内容を見てみましょう。稲荷の狐、とんでもないデマを。デマというより願望ですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いつものやつ。嘘つきは通報したっただよ。なんだろうね、何でも盗もうとする感じ。どうして韓国人はこうも日本から何でもかんでも盗もうとするのでしょうか。次はこちら。羨ましいんでしょうね。デマではなく異常としか思えない日本に対するコンプレックスです。それだけ羨ましいんでしょうね。あ、妬ましいのか。完全に嫉妬でしょうね。次はこちら。野球の実力はとりあえず置いといて、あの完成された人間性が韓国人であるはずがないですよね。むしろ韓国人とほぼ真逆、一番韓国人から遠い存在と言っても過言ではないです。本それです。最後はこちら。何を言ってもアメリカだけでなく世界で日本の大谷は変わらないと思います。日本の大谷選手、誇らしいですよ。結論、エンゼルス大谷翔平投手の史上19人目の満票選出でパリーグ MVP 初受賞。素晴らしい快挙です。韓国人からすると、そんな日本人選手の快挙が羨ましいのかもしれませんが、大谷選手の国籍を勝手に捏造するのは、どう考えても間違っています。猛省してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。